航空自衛隊用 F-35 戦闘機専用、空対空ミサイルを、アメリカ政府が、売却を承認したとの情報をキャッチしました。かなり高額な売却承認ということで、これは、日本は飲むしかなさそうですが。今回は、この空対空ミサイル AIM-120 アムラームについて、詳しく見ていきますね。日本の航空自衛隊が、現状で、最大105機の配備を目指して、調達中の戦闘機が、アメリカは、ロッキード・マーチン社製の、いわゆる第5世代と言われる F-35 ライトニング 2A 型であり、今後は、星空戦闘の中核を担う機体となる予定です。そうした航空自衛隊の F-35 ライトニング 2A 型は、2022年度までに、合計で、55機の調達予算が組まれていて、ちょうど、計画数全体の105機に対し、半分強のところまで、予算上の取得計画は、進んでいる状態となっています。この航空自衛隊用の F-35 ライトニング 2A 型に向けて、2022年7月25日に、アメリカ政府は、同国軍需企業のレイセオンテクノロジー社が、製造を担う中距離空対空ミサイル AIM-120 アラームの売却を承認しました。今回、アメリカ政府がその売却を承認した AIM-120 アラームは総数で150機とされていて、金額としては合計でおよそ400億円であり、1機あたりは約2億7000万円ほどに相当する金額だと、単純計算で算出されます。これまでも、航空自衛隊では、アメリカからの AIM-120 アラームの売却承認を適宜受けており、2014年12月に17機、2017年10月に56機、2020年8月に32機と、その合計で105機に到達する数となってはいました。しかし、これまでの105機の AIM-120 アラームは、その中でも C 型と呼ばれている形式のものでしたが、今回の報道では、細かな形式までは報じられておらず、同様のものか否かは、現状では不明です。アメリカからの売却を数々受け入れてきた日本。この売却における日米の関係も気になるところですが、少々、アメリカのなすがままにされているという印象も受けますね。現時点での AIM-120 アラームの最新型は D 型と呼ばれている形式であり、約 180km まで延伸されているといいます。日本ではF-35 ライトニング 2A 型の採用が決定した後の今も、数の上での主力戦闘機である、一部の F-15 や F-2 戦闘機用の空対空兵装として、国産の99式空対空誘導弾を配備していたが、F-35 ライトニング 2A 型では、これへの統合が困難です。それは、完全なるステルス性能を発揮させる上で、F-35 ライトニング 2A 型においては、兵装類を胴体内のウェポンウェイに収容する必要がありますが、99式空対空誘導弾は、これに収めることが困難な大きさであり、これまでも未対応という経緯があります。ちなみに、AIM-120 アラームの C 型は、直径が 0.17 メートル、全長が 3.65 メートル、全幅が約 0.48 メートル、重量が 53kg、弾頭重量が 7.31kg であると、使用上の数値では公表されています。これに対して、99式空対空誘導弾は、直径が 0.203 メートル、全長が 3.667 メートル、全幅が約 0.77 メートル、重量が 220kg と、全長こそ近似値であるものの、幅や重さで大きく上回り、F-35 ライトニング 2A 型には、
そのままでは対応ができません。ただし、コスト面に視点を移してみると、航空自衛隊での99式空対空誘導弾のこれまでの調達価格は、1機あたり約6500万円ほどであり、付属品等を勘案して、単純比較は難しいものの、今回の AIM-120 アラームの4分の1程度です。当初、F-35 ライトニング 2A 型を開発したロッキード・マーチン社側では、99式空対空誘導弾を同機に統合することは、若干の手を加えれば可能との見解を示していましたが、これは、同機を進めたい上での還元だったという側面が拭えないのも事実です。AIM-120 アラームを製造するレイセオンテクノロジー社側は、当初より直径の太い99式空対空誘導弾を F-35 ライトニング 2A 型のウェポンウェイに収容することは困難であり、統合に必要なソフト等の対応を考慮しても合理性が低いと述べていました。まあ、ロッキード・マーチン社と異なり、レイセオンテクノロジー社は、自社の AIM-120 アラームを販売することが最大の目的であるため、多少割り引いて考える必要もありそうですが、日本側が独自に進めるハードルは高かったのでしょう。日本は技術的には進んでいると言われていますが、ミサイルをはじめとする武力を作る技術が突出しているとは思いません。争いに加わる機会がない国ですから、こういった技術力においては、まだまだ引けを取っているのでしょうか。そうした現状の中で、F-35 ライトニング 2A 型に搭載、可能なく対空ミサイルの選択肢としては、イギリスに、本拠を構える MBDA 社が持つもとは、ユーロファイタータイフーンや脱走ラファール用のミーティアの改良型が挙げられます。ミーティアの改良型は、ツナム、ジョイントニューエアトゥエアミサイルと呼ばれているもので、ベースのミーティアの小型化を行うことで、F-35 ライトニング 2A 型のウェポンウェイに4機を収容するべく、開発が行われています。日本は、このツナム、ジョイントニューエアトゥエアミサイルに対して、すでに、2014年から、これに搭載するシーカー、目標操作装置の共同研究を行っており、その完成が待たれる状態だと言っていいでしょう。こうしたズナム、ジョイントニューエアトゥエアミサイルをめぐるヨーロッパイギリスとの協調関係は、次期戦闘機開発計画においても注目されている部分であり、これらの実績が左右した結果との見方も多いです。ちなみに、2008年時点でのドイツにおけるミーティア1機あたりの調達価格はおよそ1億2000万円強であり、99式空対空誘導弾と比較すれば2倍弱ではあるものの、今回の AIM-120 アラームに対しては半分以下のコストです。強さは少し下がってしまいますが、それでもコストが半減というのはかなりメリットがあるのではないでしょうか。武力は費用がたくさんかかるものですから、少しでも削減できる点においては、強さよりも着眼する点になりそうです。これが、ツナム、ジョイントニューエアトゥエアミサイルとして、完成を見た場合のコストは、未だ判断できませんが、少なくとも、AIM-120 アラームほどの高コストにはならないという、見方が大勢を占めています。それでも、それゆえに、AIM-120 アラームが日本にとって高額とはいえ、F-35 ライトニング 2A 型用の兵装として調達する意義があるのは、同ミサイルが、近年では、数少ない実戦での使用で、成果を上げている点が、大きいのも事実です。武器は、使用するたびに、お金がかかると言っても過言ではないので、少しの実戦で成果を上げられるのは、最大のメリットとも言えますね。燃料や人員、時間も削減できるので、効率よく、
次の実戦に活かせるという点では、かなり魅力的です。AIM-120 アムラーム、アラームは、1992年12月に、同ミサイルを搭載したアメリカ空軍の F-16 ファイティングファルコンが、イラク空軍の MIG-25 と対峙し、総機警戒管制機との併用で、見事これを撃墜する戦果を見せています。AIM-120 アムラーム、アラームは、現在のロシア・ウクライナ戦争で、個人携帯型のロケット兵器として名を馳せた FGM-148 ジャベリン等と同じく、発射後に、すぐに、破破機が回避行動に移れるファイア&フォーゲット機能を有しています。AIM-120 アムラーム、アラームは、本体の先端部分に、レーダーを内蔵することで、アクティブレーダーホーミング方式を実現しており、先の実戦での撃墜実績と相まって、その性能自体は、疑う余地の内空対空兵装だと言えるでしょう。昨今は、ウクライナに対して、アメリカが、ついに、戦闘機の供与を行う可能性も示唆され始めています。このまま、ロシア・ウクライナ戦争が長期化した場合には、ウクライナ空軍が、F-16 ファイティングファルコンで、AIM-120 アムラーム、アラームを使用する局面が訪れる可能性もあるかもしれません。直近は、ウクライナの勢いが止まらない、ロシア・ウクライナ戦争ですから、ここでアメリカから支援してもらった武器を使用して、勝利の糸口をつかめば、今後のウクライナとアメリカの関係も良好です。武器が使用されることについては、複雑さはありますが、もし、アメリカの武器で、ウクライナがロシアに勝利すれば、今後、世界の軍事力におけるアメリカの地位は、もっと、上のランクになりそうな予感がします。